クリリンさん、あれ降りろご飯、下に降りて隠れるんだ。おい、やじろべ、あんバケモン誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。は、はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。ん、何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを話せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、金山じゃあ。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。平を上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。
誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。